いらっしゃいませ。晩酌屋恵比寿店でございます。はい、今日は国産の黒毛和牛のシンシンという部位を、ステーキにして、はい、塩わさびソースで食べていこうかなと思います。うわ、いいですね。前回はあのレモンソースでしたっけ？あ、そう、レモンバターのどこでしたっけ、場所？ザブトンだったっけ？ザブトンだ、うん、そうですね。シンシンはどこら辺の部位？シンシンはもも肉の中で、はい、こう新玉っていう部位があるんだけど、はい、その新玉の中の、まあ、貴重な部位が新よくわからなくなってきた新玉の中の新なるほど、新玉の中の新ってことですか。そう、そういうことです。なるほどですね、はい、わかりました。それでは作っていきましょ う,肉に下地をしときます。塩コショウで。で、焼いていきます、はい、じゃあフライパンに火をつけて、で今日は牛脂、肉屋さんが入れてくれたんで牛脂を溶かしていきます。今日は薄いんで、ちょっとさっとね。で、アルミで包んで、休ませていきます、はい。では、牛肉の塩わさびソース作っていきます。はい、で、まずわさび。まあ、家庭だからもうこう、あのチューブわさびで、まずグラムを測って、わさびに対して2倍の、お水で、ここにお塩を少し。で、これでよく混ぜときます、はい、で、この肉を焼いたフライパンにわさびソースを入れていきます。で、お酒で、少し濃口醤油で、お塩が足んなかったらちょっとお塩を足してあげて、で、これで完成です。はい、では完成しました。はい、牛肉のステーキ塩わさびソースです。はい、うわ、絶対美味しい。食べましょう。いただきます。いただきます。美味しい。めっちゃうまい、うん、僕絶対このわさびソースとかにしちゃいます。ね、合う。わさびと肉って合うな、やっぱ、うん、めちゃくちゃ合いそう。いいですね、うん、このソースはすごい美味しい、うん、はい、ということで今回はこちらです。新潟の二札酒、鴨錦ですね。別名二札酒とも言います。ちょっと一度見たら忘れられないこのね、結構これ印象に残っちゃう。はい、で結構今回はですね、室賀原酒の1回火入れですね、瓶火入れのやつです、うん、はい、はい、あ、うまい。これ美味しい、うん、結構新潟って淡麗辛口のイメージなんですけど、うん、この鴨錦って結構華やかなフルーティーな感じですよね。すごい、僕大好きなんで、これちょっと普通に飲んじゃった合わせる前に飲んじゃうっていうね、うん、美味しいんですよ。めっちゃ美味しい。二札酒すごい好きで、合わせてみましょう。美味しい、うん、
合う。合いますね。めちゃくちゃ合う。結構あのこれと合わせることによって、うん、なんか華やかよりはちょっとキレが立ってくる感じがしますね。お肉と合わせるとこのなんですかドレッシング要素というか、あ、ちょっと濃さしてくれるみたいな、すごい超万能。へえ。うまい。美味しい。はい。うん、今回はシンシンの部分のステーキと、鴨錦二札酒のペアリングでした。それでは次回の動画でお会いしましょう。いや、うまいなー。